はい、今回はですね、トヨタクラウンスポーツですね、グレードが Z、 ハイブリッドの E フォアにね試乗してきましたんで、そのねお話をします。まずね、この車ですね、かっこいいですよね。まあなかなかこのハッチバックの車っていうのはですね、まあ好き好きあるんですけどもね、内装なんかもね、やっぱクラウンを名乗るだけあってですね、ハッチバックの車にしてはかなり豪華です。乗るとハッチバックの車にはね思えないぐらいですね、高級セダンのようなね内装をしております。でね、やっぱねこのぐらいのねあの内装というかね車になるとですね、価格がですね590万円ですね。しかもねワングレードのみですね。まあ他にもですねプラグインハイブリッドとかねはあるんですけどね、ハイブリッドはワングレードのみとなっておりますね。あとね、まあサンルーフとかね、そういうオプションですかね。あとスペアタイヤとかね、あとタイヤもオプションでしたかね、タイヤのオプションがありましたね。それは後でちょっとねお話ししていきたいと思います。でですね、まあこのモデルですね、 E フォアでね 4WD モデルねのみのね設定になってますね。で最低地上高がね非常に高いんでね、まあクロスオーバー的な使い方もできる、まあマルチな車とね言っていいでしょうね。でね、パッと見ですねこの車ですね、カローラスポーツよりもですね、まあ一回りか二回りぐらいね大きいんじゃないかとね思ったんですけども、まあ実際見るとねものすごい迫力ありますよね。幅がね1880ミリあるんですよね。まあ数字でね言ってもなかなかピンとこないと思いますけどね、この1880ミリっていうのはですね、まあ日本車で言うとねかなりね幅が広いですね。なんで普通の人が普通に使うとちょっと持て余すぐらいのねサイズですね。まあ私的にはね、まあ、ベストな幅はですね、まあ、1.7 メートル以内ですね。なんで5ナンバー枠がね一番ね日本じゃね使いやすいとね思ってるんですけども、だけどあの今時ねこのグローバルサイズになってますんで、なかなかねそんなこともね、言えないんで、まあそれでも 1.8 メートル以内でね、ちょっと 1.8 メートル超えてくるとなかなか運転するにもねちょっと気を使うかなと。でまあ 1.8 メートルもやっぱ超えてきちゃうんですけどね、いい車になってくるとね、それでもそれプラスアルファぐらいで収めてほしいなとね思っておりますけども、ただねこの車ですね、まあ1880ミリって言ってもですね、まあオーバーフェンダーがね左右にまあ2センチぐらいずつ出てるんですかね。ですんで、まあ、あの、一番外側に出っ張ってるね、まあミラーの位置はですね、あの、オーバーフェンダーっていうのはね、その、影響を与えないんですんでね、そのミラーの位置にね。ですんで、まあ、なんとかね、まあ、クラウンのクロスオーバーがね、1840ミリですんでね、まあそれと同じぐらいには扱えるのかなとね思いましたけどね。でですね、まあこの車のね一番特徴であるねハッチバックですね。でハッチバックの車ってね、まあ短いイメージがねありますけども、この車ですね全長がですねしっかりね4720ミリでね、4.7 メートル以上ありますんでね。なんでサイズ的にはね普通のハッチバックではなく、ワゴン車並みのね
サイズがありますんで、ラゲージスペースもですね、かなり広いですね。で、ホイールベースもね、2770ミリありますんでね。まあ、鉱石もですね、まあ余裕がありますね。とにかくですね、この画像で写真とかのね、イメージよりもね、実写はね、かなりね、巨大でね、迫力があってかっこいいです。あとタイヤも大きいですね。21インチホイールですんでね。なかなかのね、大きさにね、なっておりますね。で、あとタイヤでね、面白いのがですね、先ほどちょっとオプションで言ったんですけども、基本的にはね、幅がですね、235なんですけどね、オプションでね、普通太くなったりするじゃないですか、オプションって。これね、逆にね、225でね、細いのを選ぶことができますよと。ね。なんで、オプションつけると、逆にね、6600円マイナスになるっていうね、マイナスオプションというかね、ドレスダウンするというね、オプションがあってね、それも珍しいですね。あとね、シフトはね、プリウスのですね、パターンとなりますね。で、エンジンブレーキはね、B 一つ伸びですんで、まあその辺がちょっと物足りないですね。で、パワーユニットはですね、クラウンクロスオーバー RS のですね、デュアルブーストハイブリッドではなくですね、下のグレードのね、2.5NA のね、E4 になりますね。ですね、正直それを聞いたときにね、ちょっとがっかりしたんですけども、でもね、この車はですね、意外とその 2.5 の NA の E4 でも良かったですよ。クラウンクロスオーバーはこの 2.5 のね、NA の方乗っちゃうと、ちょっとね、車高が高いせいか、ふらふらしてたんですけども、意外と地面に設置してね、走りましたんで、非常にこのね、クラウンスポーツに関しては、好感触でしたね。ただね、ちょっと燃費計を見たらね、9.3 って出てたんでね、その辺が、ちょっと気になるところですかね。ね、カタログ燃費とかなり違うなと。半分ぐらいしかね、言ってませんでしたんでね。まあそんな感じでしょうかね。それでは、今回の動画は以上になります。